北方領土の元島民らが洋上から慰霊です。この取り組みは羅臼町と千島連盟羅臼支部が独自で主催したもので、コロナ禍でこの2年間北方領土への自由訪問や墓参などが全て中止されていることを受け、元島民らが少しでも近い場所で慰霊したいと企画されました。参加者は羅臼と国後島との間の中間ライン手前から先祖に向けて手を合わせていました。